小西博広文政2年11月16日は、江戸時代の文人、丹後国港五軒屋芸屋屋二代目、本業は海鮮丼屋。日韓裏に厚む経路を建てて12経を定め、大阪で混沌支社中等と交流した。関縁元年丹後国熊野郡港の海鮮丼屋下屋、養英門家に生まれた。京都で江村北海に計画、経学、私文、 巨六房に民学を学んだほか、木を除く、近畿書画等をたしなみ、今年書書画禅道人と交した。二十歳刑事図館裏に観月楼を建て、後に、厚武経郎と改称した。大阪では、主に混沌し社中と交流し、玉江京北にある勝子元との岡ゼ楼西隣に、耳図館を建てた。完成七年帰京し、勝子元の勧めで、松江近大使を観光した。 文政2年11月16日死去し、宝泉寺裏山墓地に葬られた。法名は、天心白、広子寺。時勢は、拓安の時勢は、夢の大一時我も時勢は、無の一時なり。松江近代史付録、厚無慶老十二気絶山水新図。現代の久美浜湾安永頃制定し、当時の名家に大英を依頼した。玉山領水槽法あまり愛き長。 アキラミシマハル、ケムリニシテラ小生局湾浴蹴り高例、英文しわたり製作、カノシゲル総末印松調探れ、ケ北名ホカゲゲヤ家は、丹後国熊野郡港の名家古典屋の一つで、コニシオウ守る森野部を外する、コニシ本家の文家新視屋の文家、コニシヨエモン前期、コニシヨエモン次郎女家へ二年没、コニシヨエモン、長沢多左衛門三男、 明治15年没。小西武氏明治34年。大正2年港宮村長。大正8年没。小西勤無寺小西広史京都市北区小山下宇佐町。在住。ありがとうございます。